能力成熟度モデル統合。能力成熟度モデル統合は、組織がプロセスをより適切に管理できるようになることを目的として遵守するべき指針を体系化したものである。クミーは、もともとは能力成熟度モデルとして開発された。クミーは、プロセスの評価や改善を進めるための枠組みであり、段階表現と連続表現の二つの表現方法がある。段階表現では、 組織の実施プロセスを評価し、レベル1からレベル5までの5段階の成熟度レベルを組織に対して出すことができる。連続表現では各プロセスを評価し、レベル0からレベル3までの4段階の能力度レベルをプロセスごとに出すことができる。以前はレベル0から5までの6段階であったが、V1.3 から4段階に改定された。 これらのレベルは評価の対象となるプロセスの精度化の程度に応じて等級付けられている。評価の対象となる領域は様々であり次のようなものがある。クミーでは5つの成熟度レベルを厳密に定義している。1998年の時点ではソフトウェア開発を行う組織の75%がレベル1であると推定されている。 クミーの前身にあたる CMW、MM、は1980年代半ばにアメリカ合衆国のピッツバーグにあるカーネギーメロン大学のソフトウェア工学研究所で開発された。クミーは航空電子工学ソフトウェアの開発や北アメリカ、欧州、アジア、オーストラリア、南アメリカ、アフリカなどの国々の政府主体で行うプロジェクト、 などで広く採用されてきており、こうした国々でーに対する官民の関心は高い現在、いくつかの国々の省庁はソフトウェア開発契約に際して業者にレベル3の基準を達成しかつ運用できていることを必須としている。また、日本においてもソフトウェアを発注する観光庁や民間組織がーを採用し、一方で ソフトウェア開発を担う組織がクミーの指針に即して自らのソフトウェア開発プロセスを改善する動きが徐々に広がりつつある。クミーは組織がプロセスを定め宣伝するための手段である。最初の CMM はソフトウェア開発プロセスを確立し宣伝することを目標としていた。成熟度モデルは効果的なプロセスの様々な特性を構造化して記述した体系である。 カーネギーメロン大学のクミー研究所はクミーの公式文書を公開しており、この中には日本語の公式訳もある。この日本語訳はソフトウェアプロセス改善に関する企業コンソーシアムであるャスピックが翻訳作業を実施したものである。いずれも無償でダウンロード、閲覧することができる。成熟度モデルが提供するものは次の通りである。成熟度モデルは 同等の能力を持つと思われる複数の組織を評価するベンチマークとして使うことができる。クミー、能力成熟度モデル統合の前身である CMM、能力成熟度モデルはもともとは軍事研究の一環として資金を与えられて始まった。アメリカ合衆国空軍がカーネギーメロン大学 CMU のソフトウェア工学研究所生に資金を渡して 軍事部門がソフトウェアの下請け業者を客観的に評価するものとして使えるモデルを作る、キワムを依頼した。研究成果は1989年にマネージング、ザソフトウェアプロセスの署名で出版された、日本語訳、ソフトウェアプロセス成熟度の改善1991年。CMM はその後も改訂、更新を経ている。性は もはや CMM に対するサポートを止め、改定版である組、能力成熟度モデル統合、ケイパビリティマチュアリティモデルインテグレーションが開発、サポートの対象となっている。2012年、カーネギーメロン大学は、組研究所、組イ,インスティチュートという、新しい研究所を設立し、組に関係する成果物と活動を、成果来行した。2013年現在、 クミーバージョン1.3が公表されており、クミーイ,インスティチュートのウェブサイトで全文を閲覧することができる。1970年代に技術の発達により、コンピュータが広く普及しより、様々な用途に使われるようになり、従来より少ない費用で導入できるようになっていた。多くの組織は、コンピュータ化による情報システムを推進する方針をとり、 それに伴い組織におけるソフトウェア開発の領域の比重も非常に大きくなった。こうした状況から開発者及び開発管理者に対する要求は日増しに大きくなっていた。このような要求には経験をあまり積んでいない専門職の人々が対応していた。不幸なことに開発者に対する要求が非常に大きくなったことは組織にとって苦痛を伴った。 ソフトウェア開発プロジェクトが失敗に終わることはごく普通のありふれたことになってしまった。その原因はコンピュータ科学が当時は未成熟であったことだけでなく開発プロジェクトがその規模と複雑さにおいて野心的で多くの労力を伴う傾向があったためでもある。この問題に対してエドワード・ヨードン、ラリー・コンスタンティン、ジェラルド・ワインバーグ、トム・デ・マルコ、 デイビッド・パーナスなどの人々はソフトウェア開発プロセスをより熟練した工程とするための研究を行い、その研究成果を論文及び書籍として発表した。ワッツ・ハンフリーによる能力成熟度モデル CMM ケーパビリティ・マチュアリティモデルは1989年にマネージング・ザ・ソフトウェア・プロセスという書籍に記述され、出版された日本語訳は ソフトウェアプロセス成熟度の改善1991年。ワッツ・ハンフリーが考案した CMM は10年前のフィル・クロスビーの業績に基づいている。クロスビーの業績は彼の1979年の著書、クオリティ・イズ・フリーのクオリティ・マネージメント・マチュアリティ・グリッドで公表された。1986年から、聖ソフトウェア工学研究所により、 本格的に CMM のモデル構築が始まった。CMM はもともとは政府のソフトウェア開発受け負い業者を評価するためのツールと位置づけられており、ソフトウェア開発契約に基づくプロジェクトを遂行する際に活用することが想定されていた。CMM はソフトウェア開発の分野で活用されていたがシステム工学分野でも適用できる組に発展し、さらに 様々なプロセスの成熟度の一般的なモデルとして広く適用されるようになっている IT サービス管理プロセスなどシステムインテグレータや情報技術関連組織などがクミーを活用するようになっているクミーのモデルはソフトウェアやシステムの開発調達サービス提供を行う組織のプロセス成熟度について5つのレベルを規定しているクミーは 複数のプロセス領域、プロセスエリアから構成されている。段階表現の場合には、プロセス領域は、成熟度レベルに応じて分類されている。連続表現では、プロセスの適用対象の区分、プロジェクト管理、プロセス管理、エンジニアリングなどに応じて分類されている。各プロセス領域はさらに複数のゴールから構成されている。ゴールには固有ゴールと共通ゴールの2種類がある。 固有ゴールは、例えば、プロジェクト計画策定プロセス領域であれば、プロジェクト計画を策定するのように、そのプロセス領域で実施されるべき、固有の内容を表している。共通ゴールは、プロセスの精度化の程度を表しており、成熟度及び能力度レベルと対応している。組により、プロセス改善に取り組む組織は、資格を認定された表彰者、リードアプレーザーまたは B、 C チームリーダーにより、プロセスの表情、アプレーザルを受けることができる。表情には、厳格さに応じて A、B、C の3段階のクラスがあり、最も厳格なクラス A の表情では、成熟度レベルの判定を出すことができる。改善の初期にまずプロセスの表情、アプレーザルを受けることにより、組織は、改善点を客観的、網羅的に把握することができ、 次の改善のための計画を立てることができる。改善活動を実施後、その改善結果の確認のために、再度、表情を受ける。この際には、成熟度レベルの判定ができるクラス A の表情を実施することが多い。レベルは、その定義から累積的な概念であり、高いレベルの達成は、低いレベルの内容も同時に達成していることを意味する。成熟度レベルは、 段階的で自然なプロセス改善の順序と考えられており、レベルを飛び越す形の改善は推奨されない。注意、CMM はもともとは政府の請負い業者が請負ったソフトウェアを開発する能力を評価する手段を想定して作成された。CMM 組がソフトウェア開発プロセス成熟とのモデルとして一般的になると CMM クミーに対する批判も多くなされるようになった。商用のパッケージソフトウェアを開発する企業、アップル、シマンテック、マイクロソフトなどの多くは、クミーが規定する水準の文書を滅多に管理していない。この文書管理は、クミーのレベル2を達成するために必要である。こうした企業のほとんどは、レベル1に等級付けられるであろう。アメリカ合衆国空軍が、せ ソフトウェア工学研究所に資金を提供して、セイは、軍が、ソフトウェア開発受けを医者の客観的な評価基準として使うモデルを作成する研究を行った。1989年に、CMM 能力成熟度モデルは、マネージングザソフトウェアプロセスの署名で出版された、日本語訳、ソフトウェアプロセス成熟度の改善1991年。 CMM に基づいた各モデルは多くの組織にとって有用であったが複数のモデルを使いこなすことが難しい課題となっていた。さらに複数のモデルの適用を一つの組織内もしくは組織横断的に統合して実行することは訓練、評価、プロセス改善において費用が高くついた。複数の CMM モデルを適用するに伴う課題を克服する CMM 統合。 クミー CMM インテグレーションプロジェクトが立ち上げられた。クミー開発チームの目的は3つのソースモデルを統合することであった。クミーは3つのソースモデルの後継版として位置、続けられている。セイは SWCMM、SACM、i p ド d c m、MM、m 及び古いバージョンのクミーを終了する方針を公表した。これらのモデルは新しいバージョンのクミーが後継している。 またクミーは ISO, IEC 15504にも適合できるように、これまでの段階表現、タジロリプレゼンテーションに加え、連続表現、カウンティンスリプレゼンテーションも用意された。クミーバージョン1.2が公表されると、セイは既存のクミーを開発のためのクミー、クミー4デベロップメント、クミーデブと解消した。現在ではクミーは発展して、 開発以外の目的にも使用できるような複数のモデルが作られている。それぞれのモデルは関連要素群と呼ばれている。生の援助のもとでノースロップグラマン社が主導するチームがクミー・フォー・セルビセスというクミー,ーの関連要素群を開発した。この開発には以下の各企業、団体も参加していた。生はクミー・フォー・アクイジション。 クミークというクミーの関連要素群も開発した。生はクミーを改善する提案を歓迎している。生にクミーのフィードバックを渡す方法についてはクミーのウェブサイトを参照。場合によってはクミーは他の方法論と組み合わせることができる。クミーと ISO9001 を同時に施行することはよく行われている。JP モルガン・チェイスは CMM をコンピュータプログラミング方法論、エクストリームプログラミング、XP 及びシックスシグマと統合することを試みた。この統合を行った人々は、統合した3つの体系が互いを補強し、相互に矛盾することはない、との所感を持った。エクストリーム、プログラミングシックスシグマ組を参照。詳細は、 生の組部1.3第3章26ページを参照。組には5つの成熟度レベルがある。生によると、成熟度レベル1では、多くの場合、プロセスは場当たり的であり、組織は安定した環境を提供しない。こうした組織では、プロジェクトの成功は、組織に属する個々人の能力と英雄的行動に依存しており、有用性が証明されたプロセスを採用していない。 場当たり的で混沌とした環境であるにもかかわらず、成熟度レベル1の組織は、実際に動く、成果物とサービスを提供することが少なくない。しかしそれらは、多くの場合プロジェクトの予算及び、予定期限を超過する。成熟度レベル1の組織は、超過労働、危機に対処するプロセスの欠如、過去の成功を繰り返す能力の欠如、によって特徴づけられる。 レベル1の組織が遂行するプロジェクトの成功は高い能力を持つ個人に依存している。成熟度レベル2の組織はソフトウェア開発などの成功を反復して実行することができる。このレベルの組織では組織のすべてのプロジェクトにおいて反復が実現できているとは限らない。このレベルの組織では何らかの基本的なプロジェクト管理を行い、費用と予定を管理している。 レベル2のプロセスの規律を実行することにより、これまで行ってきた実践は、今後も意識して行われ続けられる。これまで行ってきた実践は、今後も守備よく行われる場合、プロジェクトは文書化された計画に従って実行され、管理される。プロジェクトの状況や納品物の引き渡しなどは、事前に定めておいた時点での管理を通して、明確になる。 基本的なプロジェクト管理プロセスが確立し、費用、予定、開発対象の機能を管理する。レベル2のプロセスの最低限の規律は、過去の類似した分野と範囲を持つプロジェクトの成功を反復することである。このレベルでは、費用もしくは納品予定日を超過するという、大きなリスクは依然として存在する。成熟度レベル3の組織では、 組織の標準プロセスが確立しており、時が経つにつれ標準プロセスは改善される。こうした標準プロセスは、組織全体に浸透させ組織における一貫性を確立すべく使用される。組織のプロジェクトは、組織の標準プロセスにより、テーラリング指針に沿って定義されたプロセスを確立する。組織の管理部門は、組織の標準プロセスに基づいて、 プロセスの目的を確立し、こうした目的が確実に適切に取り組まれるようにする。成熟度レベル2とレベル3の重要な違いは、標準軍とプロセス技術と手続きである。成熟度レベル2の組織では、標準軍とプロセス技術と手続きは、プロセスの各々の具体的な内容において組織内で、かなり異なっているかもしれない。成熟度レベル3の組織では、 あるプロジェクトや部門の標準群とプロセス記述と手続きは組織の標準プロセスに適合している。成熟度レベル4の組織では実施プロセスを安定化し、さらに実績を予測するモデルを持つことでソフトウェア開発などの有効性を効果的に制御することができる。特に個別のプロジェクトに対してプロセスを調整し適合する道筋を同定することができる。 この時測定可能な品質の低減や使用からの逸脱がないようにプロセスが制御され安定化される。成熟度レベル4の組織はソフトウェア開発プロセスやソフトウェア保守などのための定量的な品質の目標を設定する。注意すべきことはこの目標がプロセスの実績データを元にした実現可能なのであり低いレベルの組織でありがちな管理層からの 一方的押し付けや実現不可能な努力目標ではないということである。プロセス全体の遂行に非常に大きく貢献するサブプロセスが選択される。この選択されたサブプロセスは統計的な技法と他の定量的な技法により制御される。成熟度レベル3とレベル4の重要な違いはプロセス遂行の予測可能性である。成熟度レベル4ではプロセスの遂行は 統計的な技法と他の定量的な技法により制御され定量的に予測可能である。成熟度レベル3ではプロセスは単に定性的に予測可能なだけである。成熟度レベル5は段階的及び革新的な技術的進歩を通じた継続的なプロセスの有効性の改善を重視する。組織にとっての定量的なプロセス改善の複数の目標が定められる。 これらの目標はビジネス上の目標の変更を反映して継続的に改定される。またこれらの目標はプロセス改善の管理における基準として使われる。適用されたプロセス改善の有効性は計測され、定量的なプロセス改善目標に照らして評価される。定義されたプロセスと組織の標準プロセスのセットの双方が改善活動の計測の対象となる。 プロセス改善は、プロセスにおける変動の共通の原因に取り組み組織のプロセスを、計測可能な形で改善するために、同定され評価され適用される。臨称で適応力のある新種的なプロセスの最適化は、能力の高い労働者が、ビジネス価値と組織の目標に同調して参加するか、どうかにかかっている。組織における変化と機会に素早く対応する能力は、 学習を加速し共有する道筋を見つけることで高まる。成熟度レベル4とレベル5の重要な違いは取り組む対象であるプロセスにおける変動の種類である。成熟度レベル4ではプロセスはプロセスにおける変動の特定の原因に取り組むことと結果の統計的予測と関連している。プロセスは予測可能な結果を出すかもしれないが、 その結果はあらかじめ定めた目標の達成には不十分であるかもしれない。成熟度レベル5では、プロセスはプロセスにおける変動に共通する原因に取り組むこととプロセスを変更しその遂行能力を向上させあらかじめ定めた定量的なプロセス改善目標を達成できるようにすることと関連している。成熟度レベル5は最適化しているレベルであって最適化された。 レベルではない。これは、プロセス改善に終わりはなく、常に改善し続けていくものだという考えに、基づいている。同様の考え方から、レベルに関しては、認証、認定、取得といった表現は使わず、達成という表現を使うべきものとされている。レベル、認定を、取得することだけが、目的の改善ならば、認定された時点で活動が終わってしまうからである。 仕組みとしても、クミーでは何らかの認証機関が、成熟度レベルを認証したり、認定することはない。資格を持ったリードアプレーザが、通常、その組織の人たちを含めた、アプレーザルチームを構成して、表情結果を出す仕組みがあるのみである。クミーの連続表現では、プロセスごとにレベルをつける、ことができ、能力度レベルという名で呼ばれる。 段階表現でも連続表現でもレベルの概念は同じであるとされているが、能力度レベルには、成熟度レベルにはない、レベル0が存在する。また、V1.3 以降、能力度レベル4、5は廃止された。レベル0は、不完全なプロセスレベルとして特徴づけられる。クミーに関心を持つ多くの人々は、このレベルを上長であるもしくは重要ではないとして、無視している。 ただしプレスマンなどの人々はこのレベルに注目している。セイ・クミー2002年8月のバージョンの18ページを参照。アントニー・フィンケルシュタインは、負のレベルが何段階か必要だと考えている。負のレベルは平凡であるに加えて、はっきり非生産的な環境を表す。この負のレベルは、トム・ショルシュにより、能力非成熟度モデルとして改良された。クミーは、 複数のプロセス領域から構成されている。以下は、開発のための組のプロセス領域の一覧である。ソフトウェア業界内は多様でありまた気まぐれである。あらゆるソフトウェア開発方法論には支持者と批判者が存在する。組も例外ではない。世界中の非常に多くの情報技術企業が組と、そのレベルに関心を持っている。 1999年6月に、インドのウィープローテクノロジーズ社が、生、CMM レベル5を達成した世界で、最初の情報技術サービス企業となった。レベル5は CMM の最高の水準である。毎年、世界中の多くの情報技術企業がクミーの制度を導入し、自社のクミーレベルを向上させている。2006年現在、クミーレベル5を達成した企業の、 約75%がインドに存在する企業である。これらの企業の多くはバンガロール市に存在する。完全なリストは、リストオブプブリッシュとスカンピアプレイジルリザルツを参照。リストは、生だけでなく、英国の次のサイト h t t p ススララッッシシュュ w w w p b r e g i s t e r c o m スラッシュでも公開されている。 ある企業が何らかのエンタープライズレベルの成熟度レベルを達成したと主張している場合、私たちは会議的になる必要がある。達成したと主張するレベルが高ければ高いほど、より会議的になる必要がある。多くの場合こうした主張はあるときに何らかのプロジェクトを自社で行うことを意図したマーケティング技術である。その企業が実際に主張する水準のレベルを 達成していることはほとんどない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。